新成績は4位に終わりましたが、ヤンキースのシーズンは首位を争っています。3番のマイクグリーン、ですからヤンキースはいい補強をして、はい、今日現在の1位、そしてボストンの方は、まあ、今あのバッターオフィスにいるグリーンウェルスがですね、さあグリーンボストンが飛んでいる、それに跳ね返った、すごい音がした、グリーンウェルツーベース。去年全く活躍、ね、できなかったこういう人がね、しっかりと活躍できてるね。しかも今日これで6試合連続ヒットになりました、マイクグリーンウェル。膝と肘の故障にない昨シーズン、今シーズンは非常に頑張って現在3割2厘。やっぱり両チーム見ても上位打線のアベレージがいいですね。ヤンキースは1番から5番までずっと、4番のスタートが2割6分なんですが。